側青のユニフォームがホームブラウブリッツ秋田、右側白のユニフォームが松本山雅 FC です。またロングスローとなるか不幸運です。ここはキーパー囲い、このまま中押し込めるか、まだボールつながっている、このシュートは弾いていきました、ディフレクションあります。宮城から下川のところ、ここは中浮かせたボールです。鈴木君ともシュートを打ってきた、ここはいい反応を見せました田中雄大、そしてクリアをしてこのようなチャンスを作ることができています。あ、クロスを上げていきますが、ヘディング前へ突き刺しました、松本先制点、松本その右からの崩しで得点を奪いました。前は今シーズン初得点で、その前からやはり前選手がね左サイドで逆サイドからゴール前に入っていくっていうところはしっかりできてたので、これも大外からのヘディングと、あとは身体能力をしっかり生かした高さとね、ヘディングのコース取りも非常にいいゴールでしたね。その七海監督がポイントにしていたその先制点というふうなところ、さあこの位置からのキックはどうか、浮かせたボールです、ここは沈めました、松本追加点、柔らかいボールしっかりと沈めていきました。時田でしょうか、ベースにこう少しゆっくり気味の落とす気味のボールを流したと、まあ、時田選手も入りすぎてうまく体を戻して対応して、まあ、前半の前選手のゴールもそうですけど、ヘディングでねしっかりコースに運ぶと、あの精度の高いボールとしっかり狙いのあったあフリーキック、いいゴールでしたね。はい、まあ、その風の部分もありましたし、さあさらに3点目となるかどうか、さあここはヘディング吐き出しました、まだラインは割っていません、味方の上がりを待って坂野、シュートコースは切っている形ですがミドルシュート、3点目松本、素晴らしい角度で決めてきました、3得点目松本で巧みに流し込みましたけど、まあ、再三今日宮部選手がね前線への攻撃参加と重選手に対して1対1で勝っていただけにね、ここまでゴールを決めてしまうと、まあ、本当に理想的な流れに松本としてはなりましたし、彼がこうゴールを決めた後のパフォーマンスの中見ててもね、ムードメーカーというところも感じましたので、下げてこの位置佐藤、柔らかいボールルカを折り返して鈴木のシュート、まだある、4点目を沈めました、松本今日は止まりません、交代で入った富山です。で、ね、ある程度目星もありましたので富山選手が絡むと、まあ、佐藤選手からの質問再三良かったですし、先ほどの秋田の攻撃もそうですけど、右から左に流れることによってディフェンスの視野がねやはり1回ボールから消えますので、はい、不利になることも多いと、まあ、秋田がセカンドボールに対してなかなか反応ができなかっただけにここも不利になったところでしたね。まあ、ルカオもそうですし190センチ以上、時田も187センチ、長い選手が揃っています。ここはパンチング囲い、このシュートを沈めました、竹早手まずは1点を返しました、セットプレーから秋田も1点を返し、混戦の中しっかりと対応をしてシンプルに上げましたけどね、こうキーパーの競りにくいところにうまく秋田の人が選手が立ち位置を取ってましたね。あとはやはりセカンドボールを前向きに拾える位置にいたっていうところと、まあ、ここで1回ボールをね目から切らずにしっかり竹選手が詰めたと、タコイのゴールキック、ここで長いホイッスルです。中断期間明けの一戦、松本が秋田相手に快勝。